おかげで
した。ありがとうございました。第2ステージ、アラカルトと題しておりますが、2人の作曲家を取り上げて演奏したいと思っております。もし遅れましたけど、どしゃぐりクラブで、技術顧問を務めております伊藤です。よろしくお願いいたします。ただいまの曲はですね、松本のぞみさんという、お若い、私も大好きですけれど、第4ステージ指揮をしていただく清水先生も本当に大好きで、応援したいというふうに思っております。松本のぞみさんの、天使のいる構図から2番3番これはのですね、秋に行われましたコンクールで演奏した、コンクールの自由曲で演奏した曲で、多分一番長く練習をしたを重ねた曲かなと思っております。繰り返し繰り返し、練習しましたので、指揮者なしでも歌えるぐらいです。はい、ですね、2曲聴いていただきましたけれども、もう一人の作曲家は、少し世代的には異なりますけれども、木下真紀子先生、女性ですけれども、の曲をアカペラの曲ですがよく歌っております、虹という曲とですね、コンクールの課題曲になっておりました隕石という曲、2曲アカペラなんですけれども、演奏したいと思います。お聴きください。手を飾るのだ、飾る手を飾るのだ。
ありがとうございました。木下真紀子先生の曲をもう一曲、まあ、個人的なことですけれども、私はですね、合唱をする前、音楽をする前からサッカーをやっておりまして、あまり知られてない事実なんですけど、あのサッカー大好きで、今でもあのサッカーを応援したりするんですけれども、木下先生の曲でサッカーに寄せてというとっても大好きな曲がありまして、ぜひこれさせてくれって、学生にお願いしまして、元気に歌ってくれると思います。あの元気な曲です。お聴きください。ありがとうございました。このステージ最後の曲は最初に演奏しました松本のぞみさんの、アレンジによります、夜空の向こうなんですが、あの震災が今年ありました、その、まあ、直後にはですね、やっぱり音楽とか歌を歌ってる場合じゃないとか、歌うぐらいならあのもっと現地にやれることがあるんじゃないかとか、あのいろんなことで無力感を感じましたが、それから時が経つに従ってですね、音楽にもできることもあるということで、いろんなところであの、被災地を支援する音楽的なプロジェクトが立ち上がっております。今回演奏します曲はですね、河合出版の、プロジェクトで、作曲家がチャリティーで作曲とか編曲をしまして、私たち歌ってそれを動画で撮って、アップしようと、それをまあ被災地の人にも見てもらう、我々はそれでまた、連帯といいますかね、絆というか、音楽を通して目の前にはいないけれども、あの想像力とかあの気持ちを一つにしているということを、常にあの心に留めようということで、とてもいいプロジェクトだと思うんですが、そのプロジェクトに参画している曲で、夜空の向こうの、松本のぞみさんのアレンジで、演奏したいと思います。お聴きください。向こうには明日がもうない。
この